ここは愛媛県大洲市にある大洲城です。大洲城の歴史は古く、鎌倉時代末期から数々の戦国大名により改修を重ねてきました。特に羽柴秀吉が四国を平定した後に大洲へ入城した築城名人藤堂高虎によってお城を大改修し、現在見られる縄張りが完成し、城下町も整備しました。巨大な肱川を利用した防衛に優れたお城です。その後、1609年、賤ヶ岳七本槍の一人である脇坂康春が大洲に入城し、現在の天守や矢倉軍を完成させました。1617年、加藤貞康が城主になると明治まで加藤氏が大洲藩主を務めました。これより大洲城を巡ります。これは元禄年間1692年に描かれた大洲城の古地図です。300年前と現在の様子を比べてみたいと思います。まずやってきたのが二の丸大手門跡です。大洲城の正面にあたる門があった場所です。下馬と書かれていることから、ここから先は馬に乗って入ることが禁止されていました。門を抜けると内堀にかかる土橋がありました。この写真は大正昭和初期のここの様子です。堀がまだ残っているように見えますが、どうだったのでしょうか。正面に見える建物は市民会館です。明治期は大洲監獄所でした。土橋を抜けると左に薬医門がありました。ここは枡形と呼ばれる防衛構造になっています。薬医門を抜けると下台所、真っ白い建物がそうです。大洲城内に残る唯一の蔵の建造物です。外部は漆喰で塗り込まれており、城内の食料庫としての機能を果たしていたと考えられています。大洲監獄所時代は獄舎として使われていました。現在下台所櫓は県の重要文化財に指定されています。次に二の丸御殿跡に向かいます。二段になっており、下段が城主が政治を行う表御殿、上段が城主の住まいである奥御殿でした。二の丸御殿は発掘中でした。石段が置かれていて、その一つ一つに番号が書かれていました。元あった場所にパズルのように埋め込んでいくと思います。今後の調査が期待されます。では本丸に向かいます。左上の櫓が高覧櫓、国の重要文化財です。この場所に暗がり門という門がありました。この門は天守に至る最後の城門で最も大きな櫓門です。現在とは異なり、
かつては門の正面に石垣が立ちはだかり、左に折れて石段を登ると台所櫓の前に出るようになっていました。発掘時の様子です。門の正面石垣です。ここで左に折れます。この石段を登ると正面が台所櫓です。当時は折れ曲がり部分の上に渡り櫓が覆いかぶさり、文字通り内部は暗がりになっていました。本丸に到着です。中央が大津城大天守、右が台所櫓、左が高欄櫓。台所櫓と高欄櫓は天守と連結しています。大津城天守は4層4階の副連結式天守と呼ばれています。大津城天守は明治21年に解体されましたが、2004年平成16年に市民の寄付などで明治時代の古写真や江戸期の木組模型などをもとに復元されました。古写真と木組模型です。特徴としては高さ 19.15m、復元天守としては日本一の高さを誇ります。本来ならば19メートルの高さの木造の建物は建築基準法では認められない規模だそうですが、約2年間交渉し保存建築物としての建築基準法の適用除外となり建設されました。外観は板張りで肥沃千鳥破風、千鳥破風向こうから破風で屋根を飾り、窓にはレンジ窓が多用されています。2階には花頭窓のみが並べられています。続いて櫓群です。大津城は台所櫓、高欄櫓、尾畑櫓、三の丸南隅櫓の4つの櫓は解体を免れ、国の重要文化財に指定されています。台所櫓は現存する4棟の櫓の中でも最も大きな建物、台所の機能を備えた珍しい建物で、籠城時には城兵のための台所として使用されるため1階の3分の1が土間となっており、排煙用の格子窓なども取り付けられています。2階北側の千鳥破風には中央に花頭窓が設けられています。高欄櫓、上層の屋根には軒から破風、西南隅には石落としが設けられています。石落としとは石垣を登ってきた敵を攻撃する仕掛けです。ベランダに技法寺のついた高欄櫓に、このような高欄を設置する例は極めて珍しいらしいです。尾畑櫓、二の丸の東隅にある独立した櫓で、肘川に面し城の東の防御を担っていました。石落としを備え、その一部が格子窓になっているのが特徴です。三の丸南隅櫓です。本丸から少し離れた三の丸に残っています。三の丸の外堀南隅に位置し、大津城の4つの櫓の中で最古の建物です。内部には太鼓壁と呼ばれる壁を厚くした部分に竹筒が埋め込まれ、
外部から見えないよう壁土で覆った隠し玉が施されています。ではお城の内部の紹介です。台所櫓が入場口です。重要文化財の台所櫓を抜けると天守です。色が変わるのですぐわかります。天守の心柱として使われている木です。加藤家の菩提寺、女峰寺の木が使われています。お城造りのジオラマです。お城造りの様子がよくわかります。よく見てみると中には悪いこともしている人もいますよ。心柱です。二層まで吹き抜け、床板がないので心柱がよく見えます。急階段の傾斜角は60度、頭上のちょんまげにご注意ください。100万円で泊まれる大洲城キャッスルステイを開始していて、時の城主加藤貞康が過ごしていた史実を背景に、実際に城主になりきることができる体験です。大洲城は年中無休で営業、営業時間は午前9時から午後5時、札止めは午後4時半。観覧料は大人550円、子供220円。我流山荘、安仙荘の共通券もあります。大洲城内堀跡のすぐそばにあります。やってきました、こちら白石うどんさんです。今回肉うどんと稲荷寿司を注文しました。肉がたっぷり甘口で美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。